こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は春光日々新たなりです。春の景色は日を追って変化し、毎日毎日が新しいということです。テーマから春光日々新たなりを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。